皆様、おはようございます。キースジャガーです。2020年5月18日月曜日8時ちょうどです。おはようございます。暑さ2号、今回は、ドライブの予習の動画で、今名神高速、上り線名古屋の方に向かって大津出口の手前です。北陸道に入っていって今日は敦賀まで行くんですけれども、とりあえず北陸道に入るまでの名神高速でとりあえず一旦切ろうかと思います。よろしくお願いします。大津サービスエリア大津出口が今左でした。この先合流が大津サービスエリア、合流サービスエリアと、大津インター入り口の合流になります。実はね、今日から、名神集中工事が始まっておるようでして、ちょっとスムーズに行けるかどうかは分かりません。ちょっと行ってみないとね。渋滞と言っても大垣とかね、養老とか岐阜の方で渋滞してるらしいので、もうちょっと手前の滋賀県の方から渋滞するんじゃないかという予想はしてたんですけれども、はい、どうしようかな。もう道路のラジオ聞いても仕方がないね。瀬田西まで4キロ、草津ジャンクションまで8キロ、亀山西まで54キロだったかな。ちょっと最後、前原、あっちの方が大事だったけど、読めませんでした。前走ってるこの白いね、車、むちゃくちゃ遅なったり、速なったりするんで、もう、まためちゃくちゃ遅いよ、これ。行こうかなという時には、もう、右側いっぱい切れてる。めちゃくちゃ迷惑です。さっき60キロ切ってましたからね。米原ジャンクションまで70分か。北陸道分岐までだいぶかかりますね。私の手持ちあと1キロか2キロしか出されへんねんけど、追いつかれてんの分かっててアクセル踏まんもんな。そして抜きに行くとアクセル踏むやろ。これいきなり突進ですけどもね。
ほしいけどね、まだ追いつきそうやね、こんだけ離れてるのに。瀬田西の出口です。これインターかな、入り口あるかな。まあ、名神やから両方向あるでしょうね、入り口。草津ジャンクション、新名神ができてから新たにできたようです。草津ジャンクション、こちらから新名神、三重県を抜けて名古屋の方に行く感じですね。亀山抜けて、その後どう行ったかな、多分素直に名神入ったり東名入ったりとかじゃなくて、三重県のあの伊勢湾岸か、あれはもう20年ぐらい前からずっと2、30年前からやったと思うんですけど、伊勢湾岸でどこまで行ったかな、忘れたな。はい、はい、名神集中工事吹田から岐阜羽島の間で5月18日から5月30日名神集中工事となっております。このようにどこを工事してるのかわからんけれども、とりあえず一番右車線終日パイロン置かれてあります。これは終日です、夜間のみとかじゃなくて、夜間のみの区間もあるんですけど、ね、一
東まで5分、米原ジャンクションまで60分かかるな。今から1時間米原まで、しんどいね。渋滞してるのか距離があるのか、ちょっと距離を出してほしいですけどね。私の目的地敦賀まであと110キロですね。そのうち1時間やから、北陸道復帰してから50分ぐらいか。広域情報、大垣から、3キロ渋滞と春日井で1キロ渋滞か。関係ございません、だいぶ先です。なので渋滞してるんではなく、正味距離があって1時間ぐらいかかるということですね。もうちょっと近いような気にしてたけどな。今ね、76キロでこれ BP 言うてるんですけれども、これ4秒以上 BP っていうか、やってしまうと始末書書かないといけないっていう、まあ、そういう足かせが私にはついてるんですけども、まあ、昔ね、この名神とか東名とか中央道とかよく走ってた時はね、メーター振り切って走ってたんでダメなんですけれども、まあそんなに時間かからないんですよね。温泉があるところで、中央道の温泉がある諏訪湖かどっかから大阪まで3時間くらいで帰ってきたから、めちゃくちゃかっ飛ばして帰ってるんですけども、それを思うと米原まで1時間もかかるのというようなイメージでございます。まあ、昔の大型トラックはついてなかったしっていうことも、まあ、制限速度はね、今とそんなに変わらんのですけれども、長距離を走ってる、高速道路を走ってる車はみんなゆっくり走ってても120ぐらいは出てたんじゃないかなみたいな、そんな時代がございました。今私は73キロで走っております。これオートクルーズ73キロで設定してあります。なかなかつかないね。敦賀なんかあっちゅう間につくかなみたいなイメージでおったけど、全然ですね。459.7キロポスト、まもなく立東出口です。あら、左車線なくなんの。あ、ややこしい時に、ややこしい時やから普段行かへん敦賀なんか行かされるんやろうなという感じですね。459キロポスト、名神集中工事期間中、50キロ規制になっております。やはりなくなるな、これ。立東インター出口、立東インター出口越えますと3車線が2車線になるようです。458キロポストで合流します。名神高速東行き上り線、立東インター入り口を越えたあたりです。もうなんやこれ、新しいな。立東コナンっていう出口があるみたいですね。立東のすぐ横に新しいのできてんねんな。
は知らないね。新しくできたやつやね、多分。で、ここ3年とか5年とかそんなんでできたんかな。全く知らない、ね、これは。日東湖南出口。スマートインターとかじゃなくて、ちゃんとした出口のようですね。457キロポスト、8時15分です。竜王9キロ、蒲生15キロ、妖怪地22キロ、名古屋115と書いてたかな。456.4キロポスト、右手に、並行して走っている一般道、国道1号線ですね。もうそろそろこの辺で1号線と8号線分かれるんじゃないかと思うんですけど、456キロポストを超えました。東京に向かってどんどん数字が減っていきます。東京の方がゼロかと思います。17キロです。どこやったかな、サービスエリア繋がってて移動できたような気がするねんけど、安市に入りました。昔コンテナ引っ張ってた時はこの安とかね、彦根とか、まあ滋賀県とかも岐阜県くらいのことやったら全部ベタで、もう阪神高速何にも乗せてくれんかったような気がしますけど、それぐらい運賃が安かったんですよ。そのね、十何年前かな、まだ中国が大国になる前ですね。日本から ODA って言って、なんか ODA やったかな、日本からお恵みをもらってたような時代、まあ、つい最近までもらっとったんでしょうけど、中国のバブルもそう考えたらここ10年ぐらいなのかな。ここ10年ぐらいでアメリカに匹敵するというか、第二の大国くらいになったんでしょうかね。453キロポスト超えました。お大寺のパーキングまで1キロ。
車やから登ってるんですけど、一応失速してないから73キロでちゃんと登れてますね。すごい音してるけど、はい、東京まで450キロ、やっぱりあの0キロポイント東京のようです。この先多分途半車線なくなるんやろうけれども、レクサスが来たな。この近くまで行かないとダメですけどね、なんかクスオかなんか九州オスって書いてクスオって読むんやったかな、あの豚骨ラーメン屋さんがありまして、すごく美味しい店でした。また行きたいなと思いながら、仕事やないとね、わざわざプライベートで高速乗ってまでこんな遠いところまではラーメン一杯のためには来れないので、仕事で行きたい感じですけど、豚骨ラーメンが好きな方はぜひどうぞみたいなことです。竜王インター出口まで 500m 448キロポスト、下り坂かなりきついですね。クルーズなんで73でかけてるんで、 かなり勝手に減速してくれてるんですけども、それも76ぐらいまでは出てしまってますね。竜王インター出口です。8時23分、 447.5キロポストです。44.4キロですね。4444でした。8時26分になりました。
4キロポスト。あら、さらに一車線になるのかな、これ。嫌な予感しかしないね。今んとこまだガラガラなんですけど、これ一車線になったらどうなるんだろう。後ろもあんまりいないか。スマートインター、次ガモーインターはスマートインターっぽいですね。どうやらちょっと今ちゃんと見れてないんですけれども、またどうせスマートインターなんやったらしつこいぐらい看板出てくるかと思います。スマートインターというのは、あの現金とかのお客さんは通れないよみたいな。あ、そうやな、やっぱ ETC を車載機設置してて、あのカード突っ込んでないと、ご利用になれませんという ETC 専用の、インターチェンジになります。ガモインターは国道477に出るみたいです。
カーナビの地図にローソンで書いてるけど、実際にあったのセブンイレブンでした。今覗いた感じ、カーナビ情報古いな。ローソン潰れてセブンイレブンだったみたいです。37.6キロポスト、2キロ先いよいよ左側に1車線で絞り込みになるんかな。看板はそのようになっております。何でもしてないのにみたいな、何のために置いてんねんこれみたいな、ちょっとそういうイライラがございます。彦根19キロ、米原まで27キロですね。ここは工事してるやん、ちゃんと。名古屋行くん
てしたら、そしたらやっぱりあの名阪国道の方に行けて行った方がだいぶ早いんじゃないでしょうか。それかあの新名神使って行くとかね。こっから2時間もかかるというまああれか、この集中工事の断続渋滞とかが長まりたまるからかな。まあ距離もあるんでしょうけど。煽られてるんですけどね。426キロポスト。
ないよ。パパイロン倒して右からビャーッと抜いていったらいいのにね。そんなにやりたいんやったら。制限速度50キロに規制されてはいるんですが、ねえ、ピーピー私の車言うてるようにまあまあのスピードで走ってますので、これ以上煽られてもちょっとパーキングエリア1回入って譲ったろうかなとか、まあ、そういうふうには思わないわけです。
車線もだいぶ強烈になってますね。ゆっくり走っておられる上にちょっと上り坂なんで失速してさらに遅いと。使いたくねえな、イライラするね。はい、もう向いてくれ、ありがとう。人が渡れるとかいうのを覚えてたかというと、あの東京から荷物積んで大阪に向かって帰ってきとって、ちょうど中間地点みたいな、中間地点でもないんやけど、もうすぐで大阪帰れるわっていう時に電話かかってきてみたいなんで、あの大阪から車持ってきたからって、あの空っぽの車乗ってまた東京行って荷物積んできてくれみたいな。で、私が積んできた車はその代わりの運転手が大阪に乗って帰るみたいな、せっかく帰ってきたのに帰らせてくれんのかいみたいな。バトンタッチしてまた、ね、あの違う車に乗って東京にまた帰らないかみたいな。いつ家帰らせてくれんねんみたいな、そうそうありましたけど、
8時52分、413キロポストです。帰り小浜の方抜けて帰ろうかな。これ鬱陶しいね。反対車線もまあまあ行列ですよね。そこそこのスピードで走ってはおるんやろ。抜くとこないから、後ろずっと煽ってますからね。あのさっき言ってた二トン車みたいなやつ、今112キロポストです。8時53分、米原ジャンクションまで5キロ、やっと来たか。関ヶ原まで22、名古屋まで72です。私の方も敦賀まで残り距離59キロになりました。敦賀インターと敦賀南インターの間ぐらいに降ろしに行きます。おじさん、キロポスト。名神高速もね、日東よりこの東側っていうか、日東まで最近行ってないか、大津ぐらいまでしか行ってなかったね。まあ、大津っていうよりも京都東ぐらいまでしか最近は使ってなかったけれども、なのでめったに東の方まで来ないので、帰り道もなるべくなら同じところを通って帰ろうかなとは思うんですが、ちょっと鬱陶しいからね、どうしようかな。舞鶴道で帰って山越えするかなみたいな。車線パイロンなかったらなかったって具合悪いんですよ。道譲らないかんでしょ。で譲ったらもう後ろね、抜きたってしゃあないやつがいっぱいおるから、無理して抜きに来るから、一回途半車線に道譲って出てしまったらもう二度と戻られへんみたいなことになってしまうみたいな。なのでもうパイロンを置くんであれば両方とも置いてくれてっていうのも、これは正解ですね。次北陸道のやつで撮り直します。失礼します。